すげえなあ。あっち向いてもこっち向いても緑だらけ。なんだかワクワクしてきたぜ。ちょっと焦りすぎてもダメだよな。うん。ああそうそう、俺たち戦闘は初めてだし、基本的な動きとか練習させてもらえるみたいだぜ。お、ありゃ原生種か。元気だなって、なんかこっちに来てね。どう見ても仲良くしましょうって雰囲気じゃねえよな、これ。相棒、やるしかないみたいだぞ。なんだ？管制よりアークス各員へ緊急連絡。惑星ナベリウスにてコード D 発令。フォトン係数が危険域に達しています。繰り返します。惑星ナベリウスにてコード D が発令。空間侵食を観測。出現します。おい相棒、あれ。嘘だろ、何もないところから真っ黒い奴らが現れた。それになんだよ、このマガマガしいフォトンは。くそ、何なんだよこいつら。ダーカー出現を観測。空間共有限界を超えています。全アークスへ通達。最優先命令コードによるダーカーへの限界令が下されました。こいつらがダーカー。アークスの敵で、宇宙の敵で、全てを食らい尽くすもの。なんでだよ、どうしてだよ。ナベリウスにはいないはずだろう。なんでこんなにたくさん来るんだよ。何が目的なんだよお前らは。いや、恐ろしいぐらいドンピシャ。悠長なエコを置いてきて正解だったぜ。救援に来てくれたんですね。よかった、助かった。あーはん、なんつうか思ったより数がいるなこれ。正直すんげえ予想外。ちょっと先輩、助けに来てくれたんじゃ。あ、だから今助けの助けを呼んどいた。合流地点はこの先だ。切るぞ。じゃあ俺たちも戦うんですか。アークスなんだから当然だろう。ほら、お前と違ってそっちのやつはしっかり準備してるぜ。お前初陣にしては肝は据わってるな。なかなか見どころあるぜ。だって、あ？いや、ちょっと失礼。その顔どっかで見たことあるような。どこだったかな。まあ考えるのは後でいいか。それじゃ行くぜルーキーども、きちんとついてこいよ。なんで初陣からこんなことに。そう悲観するなよルーキー。安心しとけって、二人とも俺が守ってやるからよ。ここにもこんなにいっぱい。どうするんすか先輩。いちいちうっせえな。道中含めりゃもっといただろうが。いい加減なれろっての。さてルーキー、最後の仕上げだ。ここいらの奴らをぶち倒しておしまいにするぞ。奥の手行くぜ。
はい、お帰りなさい。あなたたちも大丈夫？怪我とかしてない？おいおい、俺がついてたんだぜ。そんなヘマさせっかっての。改めて、俺はゼノって言うんだ。こっちのうるさいのがエコー。よろしくね。あと、うるさくないからね。あ、俺、アフィンって言います。よろしくお願いします。こいつは相棒。俺たちアークスになったばっかで、何が何だか、わけがわからなくて。いいんだよ、細かいことは考えなくて。そういうのは上の仕事だ。あるいは自分で調べろ。さっき出てきたのがダーカーで、俺たちアークスのフグ大天の敵。俺から言えるのはそのぐらいだ。まあ変な夢抱いたままじゃなくて、いきなり現実を知ることができたってのは逆に良かったと思うぜ。ちょっとゼノ、少しは考えてよ。この子たちいきなりの実戦でショックを受けてるのよ。そんなおもんばかったところでダーカーと戦うって現実は変わらねえよ。だったら早めに知っておいた方がいい。その方が長生きできるからな。ほらほら、そんな神器臭い顔するな。お前らは生きてる。生還したんだぞ。終了任務達成、バンバン剤じゃねえか。はい、そう、それでいいぜアフィン。納得できなくても、うなずく気力があれば大抵のことはなんとかなるさ。その悔しさを忘れるな、諦めるな。忘れず諦めずにいれば、いつかきっとなんとかなる。かっこいいこと言ってるように聞こえるかもしれないけど、今の完全に受け売りだからね。おい、こら、エコーバラすな。いいんだよ、師匠の言葉は俺の言葉だ。格言を勝手に作らないの。まったく、昔から勝手ばかりして、私の苦労も少しは考えてよね。お前の遅刻癖は俺のせいじゃないだろう。うるさいゼノ。ほら、もうすぐアークスシップに着くわよ。ほら、そこのルーキー君二人組も笑ってないで準備しなさい。さて、無事に戻ってきたことだし、ロビーでのんびりすっか。ダメ、報告が先。はいはい、わってるよ、うっせえな。まあそんなわけでルーキーたち、俺がお守りしてやれるのはここまでだ。こうやって知り合ったのも縁だろう。何かあったら声かけてくれ。じゃあまたな。頑張ってね。はあ、嵐のような人だったな。いや、嵐のような出来事っていうのか。何はともあれ疲れた。ここってアークスのために用意されたロビーってとこだろ。ショップなんかはもちろん、休憩するための施設なんかもあるはずだからさ。俺、ちょっとロビー回って頭を冷やしてくれよ。いろいろありすぎて頭がぐっちゃぐちゃでさ。じゃあまたな、相棒。待っていた。いいな、この表現は認識の相違がある。待たせてしまっただろうか。私の名はシオン。
私の言葉が、あなたの信用を得るために、幾ばくかの時間を要することは理解している。それでも、どうか聞き届けてほしい。無限にも等しい思考の末、私が見出した事象を。私は、観測するだけの存在。あなたへの干渉は行わない。行えない。だが、動かなければ道はついえる。故に私は示す。あらゆる偶然を演算し、計算し、ここに表す。偶事を拾い集め、必然となす。そのものを、マターボードという。私は、観測するだけの存在。あなたを導く役割を持たない。だが、マターボードはあなたを導くだろう。私の後悔が示した道が、指針なき時のしるべとなることを願う。未だ信用も信頼も得られずと推測する。あなたのその思考は正しく正常である。私もそれを妥当と判断する。しかし、私はそれでも、あなたを信じている。私はあなたの空虚なる友。どこにでもいるし、どこにもいない。質問はいつでも受け入れよう。すごいですわね。お噂はかねがね伺っておりましたが、直に見ると迫力が違います。そんなとてもお強いあなた様におすすめしたいクラスがあるのです。少しお話聞いていただけません？カトリ、押し売りみたいな真似はよせ。我々の品位に関わる。ちょっとサガさん、邪魔しないでいただけます？今私はこのお方とお話ししていますの。お前の好き勝手を許すと任務に支障が出ることは統計的にも明らかだ。同じバウンサーの試験運用役として感化するわけにはいかん。はいはい、わかりました。まったく、うちのお父様のように細かいことにうるさいんですから。私はサガ、彼女はカトリ。アークスに認可された新クラス、バウンサーの試験運用対象だ。それと、バウンサーというクラスの広報宣伝も担当しております。そこでカトリは、実力者であるお前に目をつけ、宣伝に利用しようと考えたようだ。サガさん、誤解を生む言い方はやめていただけます？そんなの関係なく、私は純粋にこのお方の実力にベタ惚れなだけですわ。そのままバウンサーになって私と肩を並べて戦ってくれたらと考えはしましたけどね。バウンサーとは、簡単に言えば近接戦闘を行う支援役。最大の特徴はその武装だ。私の使うジェットブーツか。私の持つデュアルブレードを主戦武装としていますわ。クラス確率こそしたものの、データが足りないということで我々が実践試験を行っている。きちんと説明するということは、サガさんもなんだかんだで協力してほしいと思ってるのでは？私は試験運用役としての責務を果たしているに過ぎ。行くぞ、カトリ。はーい。
ではまたお会いしましょうね。よう、今日も京都で精が出るな。張り切る気持ちもわかるが、あんまり無理はするなよ。よく言うだろ、慣れてきた頃が一番危ないって。仲間と行動を共にすればその分安全性は増すんだぜ。まあかくいう俺がエコーと離れちまってるから説得力もクソもないけどな。さーて、愚痴っても仕方がない、探しに行ってくるとするか。じゃあまたな。こんにちは、元気ですか？リサは一仕事終えて気分がいいのです。つい話しかけてしまいました。それにしても銃って本当にいいですよね。感触は残らないし、敵は踊るように倒れていく。なんともたまらずゾクゾクしませんか？全てを支配している感じで。はあ、そんなこと話していたらまたやりたくなっちゃいましたよ。それじゃリサは行ってきます。ごきげんよう。ごきげんよう。こんな特訓続けてたら私いずれ死んでしまいますわ。あなた様は素晴らしいタイミングです。どうぞちょっとこちらへ。カトリ、特訓はまだ終わっていないぞ。サガさん、サガさん、特訓なんかしてる場合じゃないですよ。このお方がジェットブーツの性能についてお聞きしたいとのことですわ。随分と都合のいいタイミングだな、カトリ。まあいい、無下にしては任務に反する。説明させてもらおう。ジェットブーツは脚部に装備する独特な武装だ。最大の特徴は武装自体にテクニックをチャージすることで属性変化や威力増加を起こせる点だ。つまりこう見えてジェットブーツは砲撃武器に属する、テクニックに依存する武装だ。それゆえ本来この武装についてはキャストの私よりニューマンであるカトリの方が向いているのだが、ただでさえ露出多めの格好なのにその上さらに足を振り回すなんてはしてないですわ。キャッ。カトリは未熟が過ぎるためとても任せられん。団内ご意見ありがとうございます。さて、説明はそんなところか。試験運用役としての責務も果たした。ではカトリ、特訓を再開するぞ。え、あ、いえ、そのちょっと私気分が悪くて。体調不良か。そんなもの動いているうちに忘れさせてやろう。それ全然いたわってくれてませんよね。誰ですか？で、なんだ、アークスじゃないですか。びっくりさせないでくださいよ。リサはね、狙撃手なんです。背後に立たれるのが嫌いなんですよ。気をつけてくださいね。それでは、リサはまだまだ打ち足りないので行ってきますよ。この惑星、興味深くはあるのだが、手詰まりか。おや？君はアークスかな？こんなところで会うとは奇遇だね。へえ、なかなかいい顔をしているね。おっと失礼、邪魔をした。君は探索を続けてくれたまえ。ここにもいない。ハドレット、どこに？
元気にやってるみたいだな。張り切るのはいいことだが、この辺ダーカーも出るようになったし、油断はするなよ。つっても、お前さんには無用な心配か。初陣であれだけ動けてたしな。あ、そうだ。お前さん、もしエコーを見つけたら、俺が探してたって伝えてくれ。あのバカ、光栄のくせにずかずか先行ばっかしやがって。お前さんか。奇遇だな、こんなところで会うなんて。俺はただの待ちぼうけだよ。エコーのやつがまた寝坊しやがってな。準備するまで待ってろってさ。それからどのくらい経ったか。いい加減待つのも飽きたな。ああ、そうそう。お前、クライアントオーダーとかはちゃんとやってるか？クライアントオーダーってのはな、簡単に言えば個人からの依頼だよ。あれを、いつも任務があるわけじゃないからな。暇な時はそういうのを受けるといいぜ。いい経験にもなるしな。そうだな。どうせエコーのやつまだしばらくは来ないだろうし、俺からのオーダー受けてみろよ。クライアントオーダー名は、そうだな、暇つぶしにナベリウスへとでもしておくか。よしよし、雰囲気も出してみるかな。オーダーを受ける気になったらもう一回話しかけてみてくれよ。お、ご同輩か。最近はナベリウスに来るアークスも増えてきているんだな。この前のダーカー大発生までは道中で誰かに会うなんてほとんどなかったんだぞ。ただ多くのアークスがいるというのは危険ということの証左でもある。本来は誰も来ない状態がベストだな。ま、俺たちとしては飯の食い上げで困ってしまうが、平和で済むならその方がいい。いやあ、君か。常に緊張感を持つのを忘れないように。特にダーカーとの戦いは油断禁物だぞ。ダーカーを放置しておけば、フォトンを扱う力を持たない原生などすぐに侵食され、先兵とされてしまう。それを未然に防ぐのもアークスの役目。残酷だが、侵食された原生を倒すのもまたしかりだ。私も若い頃はためらった。侵食を受けているとはいえ、原生の姿をした生物を倒すことに呵責もあった。だがためらう私に向かってあの男は言ったのだ。我々が救ってやらねば誰が救うのだ。この辺りは気配なしと。おお、相棒、どうしたよ。俺は任務中だよ。簡単な偵察任務、いわゆる下積みってやつ。いろいろやって認められないといろんな惑星に行く許可が出ないだろう。派手な戦果があれば一発許可らしいけど、俺にはちょっと厳しいからな。それでもアークスになるまでかかった時間よりは短いし十分だ。じゃあな。やっほー、こんにちは。いや、最初の挨拶だし、まずは初めましてかな。私はアザナミって言うんだ。よろしくね。時にあなた、新しいクラスってもう試してみてくれたかな。その名もブレイバー。変な名前とか言わないでよ。これでも必死に考えたんだから。このクラスは今までなかった遠近両方に対応するクラスだよ。近距離は刀でズバッと、遠距離はバレット棒で精神集中狙い撃ちってね。以上、宣伝でした。
いや、何を隠そうこのクラス、私が新設したものなんだよね。えらい大変だったよ。このクラスの優れた部分を説明していくのはさ、技術を見せて模擬戦やってあれやこれやと申請してようやくなんとか受理。あとは管理官のフォローのもとスキルなんかが準備されて今に至るというわけだ。私は遅咲きだからこうして頑張らないと目立てないしね。もう必死必死、毎日必死。ま、やりがいあるし楽しんでるからいいんだけど、みんなのためにもなるし私自身のためにもなる、一石二鳥ってやつだよ。お？ああ、あんたアークスか。あれ？俺もアークスだよ。イオって言うんだ。よろしくな、先輩。何びっくりしてるんだ？先輩ってのはあんたのことだよ。俺がアークスになったのはついこの前だからさ。あんたは必然的に先輩、だろ？なんだ？これが気になるのか？珍しくもないだろ、こんなの。先輩だって同じじゃないか。リューマンはやっぱりこれが特徴だからな。瞳だって色が違うぞ。ほら。肌の紋様は、って、さすがにここで晒すのはまずいか。何がって顔しないでくれ。そりゃ露出を好む奴がいるのも知ってはいるけど、俺は違うんだ。ほら、これが二つあるだろ。それで察してくれよ。それじゃな、先輩。やあ、こんにちは。はあ、君は気合入ってて、見ていて安心できそうだ。あ、ダーカーと戦うってことが、惰性化してくると、どうしても油断やおごりが生まれるからね。ダーカーは、あらゆるものに侵食し、その影響を顕著に及ぼす。今日、アークスは侵食を受けないと言われているけど、それも絶対的に保証されたものじゃないから。ほんと、厄介な相手だよ。無尽蔵に湧いてくるし、勝手にどんどん増えていっちゃうし。ま、フォトンの力で倒せば、なんとかなるってのが分かっているだけ、マシだけどね。ご機嫌うるわしゅう。こんなところでお会いするなんて偶然。いえ、これはもはや、運命と言っても過言ではありませんね。補足をさせてもらおう。カトリはお前を探し回っていた。任務に支障をきたすレベルでだ。さて、こうして会えたのも何かの縁。ぜひこのデュアルブレードについて説明させてくださいな。私の愛用するデュアルブレードは、その名の通り二刀流の武装です。ツインダガーではありませんよ。デュアルブレードの最大の特徴は、その扱いやすさにあると思いますわ。未熟な私でも容易に扱えますからね。自分の未熟を認識しているのはいいことだが、宣伝に利用するな。デュアルブレードは、うまく立ち回りさえすれば、絶えず攻撃を出し続けることも可能だ。扱いは簡単だが、それだけではない。慣れれば非常に強力な武装となる。それほどまでに未熟を痛感しているのなら話は早い。カトリ、今から特訓を始めるぞ。え？あ、いえ、私は特訓したいと言ったわけでは。ちょっとサガさん、冗談ってことはご存知ですか？
目が本気すぎやしませんか。なんだアークスの人か。はあ、よかった。エネミーかと思いましたよ。いや、僕あんまり戦うのは好きじゃなくてですね、アークスになったのもたまたま適性があったのと人気があったからそうしただけで、正直怖いことはしたくないんです。はあ、なんとかなりませんかね。ならないですよね。変な話をしてすみませんでした。それじゃあ僕は行きますね。ん？その格好アークスでしょ。うわー、いいなー。あ、ごめんごめん、私ウルクって言うんだ。昔からアークスに憧れていたからさ、つい過去形なのはねダメだったから。才能がないんだってさ、私フォトンを扱う才能がないんだって。残念だけどしょうがないよね。アークスってシビアなとこなんだし無理は言えないもん。ま、私のことは別にどうでもいいのよ。それよりも気になるのは私の友達のこと。あいつ引っ込み思案で臆病なのに何を土地狂ったか急にアークスになるとか言い始めてさ。そんでもって実際に才能があって一人でアークスになっちゃったからもう大変。一人でやっていけるのかな。最近会いにも来ないし、ちょっと心配かな。君は新人のアークスかね。そうか。では先日のダーカー大発生も体験しているみたいだな。私は長年アークスとして活動してきたが、あそこまでの規模の発生はほとんど聞いたことがなかった。ナベリウスは資源的な価値も薄く、ダーカーがいない惑星だからこそ終了任務の場所にされていたのだが、あれ以降断続的に発生するようになっているとも聞く。一体何があったのだろうな。そういえばダーカーの中に倒れている女の子を見たとわめき悔いていたバカ者もいたな。異常な話だが戦場に犠牲はつきものだ。あいつはいつになったら吹っ切れてくれるのやら。こんにちは。あなた、新しいクラスの解禁情報、もう聞いてる？ブレイバー、だっけ？アークスの一人が提唱したって話。すごく、頑張ったのね。でも、まだまだ実績の足りないクラスだと思うし、私たちがきちんとフォローしてあげないと。だから、ブレイバーになるのなら、パーティーを組むのは、フォースがおすすめ、かも。傷ついてもすぐに治せるし、とっさのフォローもできるから。逆に、ハンターと組むのは避けた方がいいと思うわ。組む相手にもよるけど、融通が効かないし、お互いに危険が及んじゃうかも。とにかく、最初はフォースとパーティーを組む。それが、一番安全よ。見ちゃったぜ。何言って？あれだよ。噂の人影ってやつだよ。知らないのか？ナベルスで時々真っ黒な人影が目撃されてるって話。
いやーすごかったぜ。あれはみんなもびっくりするよ。本当に黒ずくめだもんな。詳細？冗談、怖くて近づけねえよ。それになんか近寄りがたい雰囲気も出してたしな。命あってのなんとやら、俺は見られただけで満足。ちょいとそこ行くアークスさん。ああ、無視しないで。そう、あなた。ルーキーさんみたいだし、先輩の私がちょいと助言でもしてあげようかってね。パティちゃんより全然強そうに見えたけど。うるさい。アークスに必要なのは実力じゃないの、知識と情報なのね。あなたもそう思うよね。まず私たちアークスが気をつけなきゃいけないのはダーカーよね。めっちゃこっち狙ってくるし、原生生物の凶暴性も上げてくるし、放っておいたら大変よ。ここナベリウスは原生生物があんまり強くないからまだいいけど、他の惑星に。ごめんなさい、さっきから不敵な姉がピーチクパーチクうるさくて。伝聞情報を垂れ流すだけの頭でっかちさんなので、放っておいてあげて。あーでもダーカーが危険というのだけは重要な事実かも。最近はここにも出てくるようになったみたいだし、気をつけて。さあパティちゃん行くよ。私たちは私たちで情報収集しないとなんだから。あーちょっとティア、私まだ話の途中なんだけど。大丈夫、安心して、誰もパティちゃんの話聞いてないから。はーい、アークス1の情報屋パティちゃんです。ティアです。すっごいアークスって知ってる？何がすごいって？とにかく何もかもがすっごいの。翻訳すると、アークスの中で絶対命令権を持つ6人、六房金庫のこと。そう、それ私この前生で見ちゃったっぽいんだよね。なんかもうドカーンズバーンって感じですごかったよ。見たと言っても遠目にだから参考にしないでね。でも図抜けた力は本当みたい。仰々しい名前をつけるだけはあるってことね。どこから見ても普通っぽい小さな女の子だったのに、すっごいよね。私も頑張ればあんな風になれるのかな。絶対無理。よう、お前か。新たなクラスが解禁されたことに気づいているか。ブレイバーというやつだ。聞くところによれば、アークスの一人が優位性を提唱し認可されたらしい。だが何にせよ新たなクラスだ。まだ慣れているものも少ないだろう。まずはハンターとパーティーを組み、盤石の体制で経験を積むのが一番だ。逆にフォースと組むのは避けた方がいいだろうな。フォースでは守りきれんだろう。双方が危険にさらされるなんていうこともあり得る。何はともあれ、ハンターとパーティーを組めば安全。危険は少ない方がいい。くれぐれも忘れるなよ。お、いいところに。なあちょっと聞いてくれよ。この惑星、最近ダーカーが出るだろ。あれの影響かなんだか知らないけど、原生生物の凶暴になってるらしいぜ。会う人会う人に気をつけろって注意されまくってんだよ。まったくおせっかいたりあるしね。ここが危険なことぐらい最初の時に言いたいほど分かったってのな。あそうだろ。おお、奇遇だな。そういやお前知ってるか、
ほらあれだ、スキルだよ。クラスによってのこういうスキルっていろいろあるじゃんか。そう、ロビー内で申請できるあれのことだよ。ちょっとは使ってるだろ。なんでああいう段取りを取るんだろうってずーっと不思議だったんだけど、あれって要はリミッター解除なのな。使えるぐらいに経験を積んでいたら使っていいよって免許をもらえるみたいな。なるほどな仕組みだぜ。だったら最初から全部使わせろって思うじゃん。でもダメ、体が持たねえんだってさ。自分の体なのにまだまだ知らないことばっかりだ。他にもなんか秘密があったりしてな。秘められたパワーみたいなのあったら面白いよな。なあ聞いてくれよ。俺この前ナベルースで終了任務受けたんだけどさ。ああお前も受けたんだよな。すごかったよな、ダーカーの数。たださ、あの時ダーカーの中に人を見た気がするんだ。一緒にいた奴らは誰も信じてくれないけど、俺は確かに見たんだよ。女の子みたいだった。あれは夢だったのかな。いや、それであんなにはっきりと見えるわけやない。間違いなくいたんだあそこに。でも連れて帰って。じゃあ君もアークスの一員だな。昨今目に余る行いを繰り返すアークスが増えていると聞く。君は大丈夫そうだな。アークスとは憧れだけで全うできる安いものではない。分かっているな。正義といえば安っぽくはなるが、私たちの役目はつまりそういうこと。正義を行う。それは何もダーカーを倒すことだけではないのだ。こんにちは。最近ナベリウスに来るアークスが増えているわね。この前ダーカーがいっぱい出現して以来というべきかしら。実はこれあまり良くない傾向。私もアークスだけど、できるならアークスとしての活動をしなくて済むようにしたい。それがきっと平和ってことだから。私と同じことを言っている人。そこで行き交うアークスの君。そう、君だ君。見たところ何やらお困りの様子だな。だが安心するといい。俺が来たからにはもう解決だ。さあ何でも言ってみたまえ。ん？特に困ってることはない？いやいや、まさかそんな、そんな、え？本当にない？参ったな。こうノリが悪いのは想定してないぞ。こりゃ出直しかな。俺はヒューイ、アークス六房金庫の六をやってるの。ああそうそう、あの偉い連中の一人。そう見えないってよく言われるけど、実際なっちまったもんは仕方がないんだよ。ほぼ強制だし。ま、俺のやることは変わらず、いつも通り人助けにあっちこっち。それだけだから文句もないさ。しかし君は肝が据わってて面白いやつだな。またいずれ会おう。あなたに伝えるべきことがある。それは一つの揺らぎである。因果が収束を見せている。一つの事象を生み出しつつある。その手でつかめるほどに。それはおそらく運命という概念への冒涜だ。
しかしそれこそが私と私たちが渇望し絶望したことである。私は謝罪する。曖昧な言葉ではあなたたちに伝わりがたいことを理解せず失念していた。思考を修正し伝える。これは私からあなたたちへの依頼である。惑星ナベリウスに向かってほしい。理由は答えない。答えられない。私は観測するのみ。観測しかできない。運命は変化する。おい、おい相棒、どうしたんだよぼーっとして。ふっふん、わかったぜ。終了任務だしな。緊張してるんだろう。わかるわかる、すげえよくわかるよ。気楽にってのは無理かもだけど、力を合わせて頑張ろうぜ相棒。なあ相棒、俺たち戦闘は初めてなんだし、基本的な動きとか練習してみようぜ。おい相棒待てって。俺を置いていくなよ。あ、相棒、そんなに通信を気にしてどうかしたのか。なんだ。完成よりアークス各員へ緊急連絡。惑星ナベリウスにてコード D 発令。フォトン係数が危険域に達しています。繰り返します。惑星ナベリウスにてコード D が発令。空間侵食を観測。出現します。おい相棒、あれ、ダーカー出現を観測。空間許容限界を超えています。全アークスへ通達。最優先命令コードによるダーカーへの戒厳令が下されました。こいつらがダーカー、アークスの敵で宇宙の敵で全てを食らい尽くす者。なんでだよ、どうしてだよ。ナベリウスにはいないはずだろう。助けて。おい相棒、どこ見てるんだよ。今は目の前のこいつらを何とかしなきゃ。だってそっちがそんなに気になるならこいつら何とかしてから行こうぜ。まずは目の前だ、目の前。私がみんなを守ってるぞ。邪魔しないで。気づいても、もう遅いわ。気づいても、もう遅いわ。コンプリート。なんとかなったな。これ以上は湧いてこないだろう。ところで相棒、戦闘前からずっとあっちの方向を気にしてたよな。何かあるのか。人の声が聞こえた。それ助けを呼ぶ声だったら大事だよな。どうする、行ってみるか。気づいても、もう遅いわ。
無駄なことをするのに気づいてない。もう遅いわ。無駄なことをするのに。邪魔しないで。邪魔しないで。気づいてない。もう遅いわ。無駄なことをするのに気づいても、もう遅いわ。邪魔しないで。大丈夫なのか、その子。なんでこんなところに。アークスって感じでもないよな。放っておくわけにもいかないよな。全アークスに通達。ダーカーによる空間許容限界の低下を確認しました。コード D の発令を解除。警戒レベルを引き下げます。各員、安全を確認後、帰還してください。よかった。ちょうどダーカーも引っ込んだか。正直、その子のことはよくわかんねえが、そういうことは頭のいい奴らが勝手に考えてくれるだろう。さあ、長いは無用だ。帰ろうぜ、相棒。相棒お疲れ。あの子はメディカルセンターに預けたんだろ。なら安心だな。それより、俺たちの終了任務ってどういう結果になっちまうんだろうな。ま、こうは言ってるけどさ、あんまり心配はしてねえんだ。なんか、とりあえず俺はこのままロビーをぶらついてくるよ。じゃ、またな。もしもし、聞こえますか？私、メディカルセンター看護官のフィリアと申します。あなたがナベリウスにて保護した女性がつい先ほど目を覚ましました。ですが、とにかくメディカルセンターへ一度来ていただけますか？お待ちしていました。それで保護された子なのですが、ほとんど喋ることもなくて。あ、え、名前教えたんですか？頭の中に聞こえてきた。私はマトイ。
データベースとの一致件数なし。少なくともアークス内に登録情報はありませんね。どこかの星の原生民？でも生態パターンはアークスみたいだったのに。ねえマトイちゃん、あなたどこから来たのかしら。どうしてあの星にいたの？怖がらせちゃった？ごめんなさい、他意はないの。あなたに懐いている感じ、すり込みみたいですね。あなたは彼女に心当たりとかありますか？チキでもないとなるとわからないことだらけですね。でも放ってはおけません。あなたにはアークスとしての活動がありますから、ずっとここにはいられませんし。この子のお世話私に任せてもらっていいですか？何かあったらすぐあなたに連絡しますから。怖い感じがするの。気をつけてね。その頑張ってね。あ、違った、違うの、先にありがとうだった。ありがとう、私を助けてくれて。まずそれを言わなきゃいけないのにごめんなさい、遅くなって。大丈夫？余計な心配ならごめん。でもあなたはいつも戦ってて不安だったから、私待つだけしかできないから、だから心配だけはさせてほしい。やりたいことがたくさんあるのはいいことだって聞いたけど、無理をしちゃダメだよ。あなたにまずは感謝を。偶発事象の優位改変が確認され、新たな状況へと進行した。状況よりも事象の説明を求めるといった表情をしているようだが、だがここに正確な認知は必要ないと認識する。あなたは多くのものを救う機会を持つと、それだけを把握しておけば事足りる。いや、説明が従前でない、正しくない。あなたを納得させるだけの言葉を今の私は学習し得ていない。だから私は謝罪する。未だ信用を得るに至らない私を。そしてそれでもあなたに頼る私を、私は謝罪する。新たなマターボードが生まれた。それはつまり新規偶発事象への介入が可能になったことを意味する。私の後悔は未だ続く。あなたがそれを払うしるべとなることを願って。